猫が泣いて今日も雨降る港旅館に夜霧がかかる宿帳めくって名前探す女どこか不幸一人飲む酒を買いに来たのに船を見ている真っ暗はとばあたし男なんか忘れ胸に無敵の桟橋人の一生で船よ
だけが人生ならば、また来る春は何だろう。遥かな遥かな地の果てに咲いてる野の百合何だろう。
さよならだけが人生ならば、巡り会う日は何だろう。優しい優しい夕焼けと二人の愛は何だろう。だけが人生ならば、人生なんかいりません。
皆さん最高ですか？最高です。最高ですか？赤い花が咲いているところには必ず死体が埋めてあると書いた詩人がおりました。血が木を流れてきて花開く、なんと華やいだ寂しい独壇でしょう。でも違います。もしもプッペが死んだら、どうか青い花が咲きますように。私は海はいらない。私の血は多分驚くほど真っ青で、私の歌はその中を泳ぐ魚になるでしょう。幸せはいつでも青で、幸せもまたいつでも青なのです。ある朝、僕は思った。僕に愛せない人なんてあるだろうか。だが、ある朝僕は思った。僕に愛せる人なんているだろうか。僕の書きかけの詩の中で巣のひばりが飛び立とうとしている。日はいつも曇っているのに。
している。日はいつも曇っているのに。Thank you.
界で一番孤独な猫と僕は仲良し、世界で一番孤独な雲に僕は乗りたい、世界で一番孤独な夜は君のいない夜、君の名前は愛、君の名前は自由、君の名前は幸せ。世界で一番孤独な部屋を僕は出て行く、世界で一番孤独な夜を打つ、僕は兵隊だ。世界で一番孤独な夜は君のいない夜、君の名前は愛、君の名前は自由、君の名前は幸せ。世界で一番孤独な部屋を僕は出て行く、世界で一番孤独な夜を打つ、僕は兵隊だ。世界で一番孤独な夜は君のいない夜、厳しいな、関係あるから関係ある人の方が厳しいこと言うわね。厳しいこと言うんだけど、関係あったら厳しいって言うこと、まあ、身内の人に対しての方が他人よりも厳しいこと言うでしょ、うん、他人ってどういうこと言わない、他人はあんまり厳しく言うとあの喧嘩になるからね、うん、他人ってどういうこと、他人はあの身内じゃない人です。繋がってない、繋がってないですね。どこら辺が好きだ、三田学園で進学校、そうじゃないですかね、高一とか。私もよく知らないですけど、この辺に住んではるんですか、うん、でね、そうですか。人間ってどんなことあれ、野球が終わってからの方が長いとか言って言うことを、野球が終わってからの方が長い、あの人生の方が長いって言う、人生が長い、長いとか言ってあれどういうこと言うの、どういう意味やろうね。現役でやってる人だって、ああ、野球の選手の方ですか。野球選手はそれはあの現役でね、うん、30代や40代で辞めるんで、うん、それから80歳まで生きたら長いよね。それはもう長いと結構人間で、それからの方が長いっていう部分、高校野球でも指導する人とか、まあ会社員やったらね、60歳まで働けるけど、うん、野球の選手はやっぱり30代40代で引退してもらうから、うん、長いんじゃないですか。
僕を探さないでください、僕を忘れてください、僕はいない人間、恋に狂った幻です。もしも僕の消息が知りたかったら、どうか夜空を見てください、燃え尽きて流れる星があったら、それが悪かった。あの夜地獄に落ちたから、僕はいない人間、恋に狂った幻です。もしもあの夜のパーティーに行かなたら、こんなことにならなかった、僕は心の言えなき子、風に吹かれて
Come on.
Thank you.
働く女性の目線に立つ。